どうやっていくんだ。これをこっちって、ここになんか隠し通路みたいなのあるの。どこにあるね、教えろ。なくね。窓のある部屋に行き、2つの窓があった右の部屋に左の。うん？どういうこと？あ、え？うん？二つの窓があった右の部屋駅。え？二つの窓があったところへ行き。で？左の窓からリーさんの会議室へ向かいましょう。向かったよ、さっきも何回も。踏みつぶされないように気をつけましょうって書いてあるけど、行けなくないわ。いや、行けなくないですか、ここ。どうやって行くのか、ここまず行けないの。どういうこと？なんか動かせんのかな。ちょっと待ってよ。この文字だと難しいぞ。時空石を起動した電源の部屋に戻って時空石を過去に戻した電源を、その後電源を作動させると起動室が元通りに動き始めます。で、窓のある部屋に行き、左の窓から B さんに向かった。控室では上下するトラップに潰されないように潰した。トラップがまずいけないんだけど、ここ B さんなのもしれん。ここ B さんだ。B さんだな。ここ閉まってんだけど、ってことはここ違うのかな。電源がある部屋には入れないので、まずはビーチ右上の部屋に入りましょう。別の箱をスイッチ。これはできた。
B2 の矢印。の矢印。あ、待てよ。のんきちゃんおはよう。待って、ここだけ行ってない。むずい。ちょっと先走っちゃったっぽいな。先に暗号を解いてしまったっぽい。ってことは、ここからこうして。宝箱の部屋からなんか撃ち抜かなきゃいけないっぽい。宝箱の部屋、マガタマ何個も手に入る。まず宝箱を確認して、これだよ。いや、いや、ここ違う、空が見えない。ここ OK。で、ここ入れた。はい。ジョンの地図。入った。入ったけど、打って鍵。もう一度戻しとかないと過去に。戻しといて、で、船長ともう一回話す。むずいね、この謎解き。悩むんちょで、船長は確かこの辺で閉じ込められて、もう一つの電源。何もない。もう一つの電源とな。やっぱ2階が怪しいね。2階が怪しいな。
この時間まで集中力すごい。お前ね、寝てないし、な、寝たわ。3時間ぐらい寝たすからね。お茶店ってありがとう。寝たからね、いいんだけど。だけど謎解きが難しすぎる。ここだね。ここで、ここに行かなきゃいけない。二つ目の部屋。ここだよな。いや、逆だ。こっちから何かを作動しなきゃいけない。あ、もしかしてここから。あ、オッケーオッケーオッケー、余裕じゃん。余裕やないか。見てて、これを上げるでしょ。んで、これで時を止める。んで、あ、え、あれ、違う、オッケーオッケー、すまねすまね。もう一回、こうして、もう一回下ろす。これはいいんだ。で、開かなくなっちゃうから、ここはいいとして、ここを開けなきゃいけないから、となるとですよ、となるとさっきの宝箱があった部屋に戻る。で、ここでもう一度撃つ。7本しかねえ。しっかり打ちな。オッケー。そうするとこのバリアがなくなる。んで、これで弓矢回収する。ここ行く。で、ここも行けた。で、このまま走る。行け。ちょっと危ね、危ね危ね。タカ君おはよう。そしてだよ、そしてですよ、私は何をしようとして、あ、ここ行く。じゃあ、ここじゃない、もう一個の2個ある部屋に行くと、あれ、どこだっけ、こっちかな。あれってなると、ここ閉まっちゃうのか。なぬ、となるとこの技は使えん。でもね、なんか原理としては分かってるんだよね。どっか、ここはじゃあ閉まっちゃうのね。閉まっちゃうからダメだから。ここ開けといて、で、またビリビリ来るから、これほっといて、あの2個の部屋、もうここだね。謎解きはもうここ以外に考えれない。で、こっからよ。こっからこのビリビリを止めるには、船を作動しなくて。
どうする？船を置いといて上からやる？いや、上からやったとてこれがこうなるから、となるとやっぱこっちなんだよな。この船からどうにかしてここのやつを止めないといけないから、やはりここで撃って、ここで撃って、もう一個こっちを撃ってから船からジャンプして飛び移るとかできるのかな。 いけると思うよ。さっき焦ってて気づかなかったけど、こうしてで降りるじゃん。でこれで2個目の部屋に行けば開くんじゃないかな説。開いてくれればラッキー。これでね、これで自由に動けるタイプになったよ。で、いけるかな。やって、いや、もともとこの部屋が閉まってる。クソ、ここが閉まってると意味ないからダメじゃん。ダメだ。難しい。どうすればいい？あ、なんか他に狙える道があるのか。絶対それしか考えれない。どっかから狙えるはずなん。さあ、みんな考えろ。どこだ？どっかに穴が開いてるはず。あれ下ろしとかない。オッケー。これ下ろしとかないといけないのと、難しいな。封鎖されるからね、こういう茨の道みたいな。あと3本じゃん。キャイーン。まあ試せることはいろいろやってるけど、弓矢がないと始まんないよ。でももうあの部屋以外に考えられない。残されたルート、あの部屋以外考えれない。この部屋でどうにか謎解くしかないな。
あ、これでビリビリは解除できないからな。こっから狙えないのかな。こっから時空石を狙えれば一番いいんだけど。え、そうじゃない。ダメか。かしら狙えるでしょ。ワンチャンここから。上見て、上。上見てくんない。上だっつーの。くそ、ジョイコン。ゴミ。ダメか。だがこの辺なんだよ。めちゃめちゃ簡単だったりとかすんのかなこれ。こんなに悩んでるけど、こんなに悩んでますけど、めちゃめちゃ簡単だったりとかするのかな。なんか打てるとこあるんじゃないのこれ。ビリビリが邪魔なんだよな。電源がある部屋に入らない人数は B1 は解除したよな。よ、一個一個もう攻略読んでいくしかないな。やるべきことはやりまんた。とりあえず2回戻って、時空石狙えない。うん、かいかいかい。ちょっと一回おさらいして攻略見ます。地図見て、この部屋、俺の部屋に何かスイッチ乗せる。乗せとる。乗せとるよ。え、電源が入れないので、まず B1 の右上に乗せる。別のスイッチを乗せる。窓が開いたら外に出られるようになります。右の窓からボートを下ろした。うん。現代のボートの上から時空石を狙って、うん、目玉のスイッチを再び、目玉のスイッチを打ち、ボートを再び下げて戻りましょう。うん、隣の部屋に入り、マユリミおはよう。右の窓からボートを下げといて乗れるので、目玉のスイッチを打ちましょう。打った。
あ、待って、いけるかも。なるほど。やっぱりここ、打ってめっちゃ簡単やったやん。めっちゃ簡単やった。嘘だろってぐらい簡単だった。あら、ここいける。これ下げとく、開けるで、この窓が開いたから、ここから席見える。開けちゃった。で、そうすることによって、これの開けた。あ、いた。マジかよ、簡単じゃねえかよ。で、弓手に入れとく。で、船長のとこ戻ればいいんか。待ってよ、一回セーブしとこう。あ、でもセーブできる。待ってよ、船長のところ、行けなくない。ウォウォウ、2つ起動したけど、起動したがいいが、さてどうする。階室を通って先まで来るケロ。オッケー。行くか。多分機械室はあの2階 B2 の。これめっちゃ迷ったこれ。簡単だったし、すこぶるいつも。マジか。でーって感じ。で、開いたはいいが、全部開いたね。ここ開いて下ろしたから、触ってるんか。あとはここしかないから。下と連動して鍵が開いてればいいけど。ああ、なるほど。動いてますね。簡単。うん。
にもなんかある。あ、違う違う、内側しか焦げない。あ、向き変えれる。こっちからこいで、なんかそっち行ってみたいね。OK、 この上なんかあるんじゃない。宝まみれ、わーい。一匹なんか変なやついないかな、ドラクエみたいに。しゃあ、金、あいつんの、めちゃめちゃある。わしょーい、ハッピーハッピー。あいつの、ここはなんか開けとけない、開けとけないね。で、ここに降りれるかな。おっと、いいよ。なるほど、上にしか行けない仕掛け。簡単。ちゃちゃちゃ、ここ開けといて。 OK、 お寿司ありがとう。オッケーオッケー、いいよいいよ。オッケーオッケー、いいよいいよいいよ。じゃ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 、普通にジャンプして。開いた。本当に助けに来てくれたクエロ、嬉しいけど。ネイルの炎を復活させるには船の制御を取り戻さないとダメだ。制御室はこの牢の隣にあるんだが、大きな扉で閉ざされている。役には専用の鍵が必要けど。店長室に行くといいけど。あざーす。甲板の後ろに扉が入る。お、はい。かわいい。オッケーオッケー。甲板の後ろの鍵か。お寿司ありがとう。昨日寿司食ったらまた寿司食いたくなってきたわ。やっぱ魚っていいね。魚ってむつこくないから。でこうしてこういってここに開ける。パンパンの上つ、セーブしたいないか。一回こっち行って。
フイチって書いてあったから向こう側ってことだ。はい、上でセーブして、カンパンの後ろマップ見て、あー、ここの後ろだね、ここだね、この後ろ行って、あやつらがいるから、あやつらを蹴散らす。さよなら、さよなら、さよなら。こいつら戦ってても意味ない。ここか。はい。勝手に開けちゃう。うん、仲間なんて呼ばせねえから。わあ、めんどくそうそうなのがいる。うん、なるほど。またこれもあれを打ってこないといけないね。からアンチョビちゃん、おはよう。敵呼んでねえな。で、オッケー。くるみちゃん、コインありがとう。助かります、コイン。これを開けといて、でこっち行くでしょ。そうすることによってあそこが開いてるのよ、多分ね。で、開いてます。こいつを先に殺しといて、危なっかしいものはすべて殺しとく。で、はあ、え、多分、あ、なるほどね。こいつを殺さないといけない。殺さないといけないから、まずこの上から。からここだ。見えた。あいつが復活するから。よし、回転切り。そして回転切り。大丈夫。大丈夫。オッケー。うまい。うまい。オッケー、オッケー。で、これ打って、オッケー、打って開きます。ね。3匹倒すのやばくない？
回戻ろう。一回戻ろう。3匹倒すのやばくない？でもあいつ1匹倒しときたいな。宝箱のところ。ちょっと待って。やば、関係ないな。別にいけるっぽいな。はい、倒さなくてもいいっぽい。やべえ。やはりこっから。止めて安全を確保し、でこっちへ行き、開けて一旦宝箱欲しい。やっぱこいつ3匹倒さなきゃいけないっぽいな。すげっぽいな。となると HP がないから飲むしかない。戻って、一旦体勢を整えて、ちょっとずつでいいから殺す。やば、やばいやばい。つくつくの。一旦待ちよ。一旦この領域を うぜ、手首がこの手首が死ぬ。2匹とも死んでる間に、座れるとこないか。プレイス、椅子は用意されとらんのか。ここはは椅子くれ。
回復が少ねえの。おっと待って、これいけなくなる。オッケー、ジャンプしたらいける。いけるいける、戻った戻った。私はまだいける、まだ舞えるぞ。しぶといんだからな。で、ここで一旦お座り回復する。で、全開して、全開して、これセーブしとく一回。そしてまた弓上げ、こんだけあればあの一匹に立ち向かえるはず。気迫がいなさい。で、ゴミジョイコン、ゴミジョイコンで指死にそう。んで、あら、もう行っちゃって、いいよ、これも行っちゃっていいからね。そしてもうちょいって、あと一匹、あと一匹倒せばいいだけだから。おっと、あれ、上からもあれを、これで戻して、で、ここで弓をもらう。そして開けて飛んでもって開けて、でも勝手に開いてるから置いて、飛んでもってこう置いて、で、ここよ。ここでラスト1のお前を倒す。お前を倒すのに。そして戦う。いたー、犬かと思った。おっしゃー、で、鍵手に入れて、ここ開いた。で、セーブセーブ。おはよう。だいぶやってる、4時間もやってる。で、お前を殺しといて。こいつも殺して鍵の場所まで行く。
なかなか頑張ってるね、うちも。びっくり。せっかくここまで来たな。でも盾もないよね。一回鍵開けに行くから。回復がないな。鍵開そう。こちゃんおはよう。うん。あれ。鍵どこだっけ。この下か。うん。おい、ここだな。何個で回復して、回復ないけどいけるかな。感じ。どういう、これ下やった。楽しい、本当。頑張ってみるの。ちょっと待って、うざ、むず。どっかにできそうな。あれこうじゃない。あ。なんかハートみたいなの気になるな。疲れた。向きだ。なんで回る。逆なんだけど。逆回り。待って。逆回り。反転になってる。ちょっと待って待って、もう分かってるのに、なんでそっち行くの。逆なんだけど、これ脳みそと逆になる。あと右だから左、上だから下、どうなってるこれ。え、
うざ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 い。反転とかそういうわけでもなさそうだもん。オッケー、いけた。むずすぎ。指ちぎれるかと思った。入った。やばい空気。ん？クラーケン。どうやって倒せばいいの？アドバイス。展開に向かい剣をスカイド。ハイボード。どこに行けばいいの？おお。この触手は巨大な魔物と推定。船が襲われている。ハイボードでが戦い。やばい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 。なくなる気配。そんな心構えって言ってもセーブポイントないやん。じゃないやん。行くしかないやん。